こんにちは、ルンです。いつも動画のご視聴、コメント、高評価、温度、いつもありがとうございます。ということで、この度、私ルンはアツシンチを卒業いたします。まだアツミのルンの方の解散発表動画を見てない方は、まずはそちらをご覧ください。で、詳しくは、まあ、ちょっと各々のチャンネルでお話ししますっていうことを言ったんですけども、ちょっとまず何から話そうかなっていう感じなんですけど、僕昔から自分の中でお店をやりたいっていう気持ちはずっとあって、でも23歳ぐらいの時に、その時働いてたダイニングバーで何人かの方からお店一緒にやらないみたいな話はしていただいたことがあるんですけど、その時自分にはなんかそこを進める勇気がなくて、で改めて今28歳、これからどうしようかなって考えた時に、やっぱり自分のご飯で人を直接幸せにしたいなっていう気持ちが強くなりまして、まあ、そのためにちょっとね、いろいろ勉強とかしないといけないっていうことで、今回卒業させていただくことになりました。まあ、そのいつか、まあ、将来っていうのも結構3、4年後ぐらいにやりたいなっていうのは思ってるので、できたら来てくださると嬉しいです。で、その修行先の勉強させていただいてるお店っていうのも別に隠してるわけではないので、まあ、ちょっと慣れてきたらそこでご飯とか自分のやつ普通に出させていただけるとは思うので、それもまた告知します。で、この YouTube も音楽も全くやめるつもりはないですし、なんならそれを自由にちょっとやりたいからこそ自分のお店を作りたいっていうのがいろいろあります。この YouTube の更新頻度も増えていくので、よかったら見てくださるとありがたいでございます。ただもう厚みのるん3人での動画が上がることっていうのがないので、いつものこの3人での厚みのるんを楽しみにしてくださってた方にはちょっと本当に申し訳ないでございます。ただまあ、いつか3人でふらーっと集まって動画1本でも2本でも撮って上がる可能性がないとも言い切れないので、まあ、その際は見てくださるとありがたいでございます。で、僕自身は8月末まで厚みのるんのチャンネルは動画編集だったり出演させていただくので、まだ引き続きよろしくお願いいたします。てな感じで、厚みのるんの方でも言ったんですけど、まあ、さよならではないので、今まで厚みのるんの方ではお世話になりましたっていうのと、今後ともよろしくお願いいたしますっていう感じで、ちょっとより一層精進していきますので、私るんと3人の今後をよろしくお願いいたします。頑張ります。バイバイ。あ、これさよならのバイバイじゃないです。